はい。それではですね、今日お話ししたいのは、なんかちょっといつもと違うんですけど、あの、iMovie。ベースは iMovie なんですけど、iMovie を使って動画を作るときに、テロップをどうやって入れるか。で、さらにそれを超簡単に入れるにはどうするかっていう話を今日はしていきたいと思います。で、実際私がですね、その方法をずっと探してたんですね。なんか、ここに字幕を入れたいんですよ。字幕入れたいけど、その入れるための方法が全然わからなくて、で、最近ちょっと巻き荒れて調べてみると、 どうもその YouTube でその説明してくださってる方は Gimp っていうソフトを使ってると。で、Gimp をダウンロードして、で、それをこうね、あの使うとテロップいれられますよみたいなところがあったんですけど、それをね、聞いててもね、わからないですね。あの、わからないというかもうパッと見めんどくさいと。で、新しいそのソフトの使い方を今から覚えるのもちょっと億劫だと。で、じゃあどうするか。で、さらに無料でやりたい。 で、最初はファイナルカットプルとか買ってこないとできないもんなのかと思ってたけど、なんかなんとか無料で超簡単にやれる方法はないんだろうかっていうことをずっと探していたときに、自分が行き着いたレベルですよ。これは自分が行き着いたレベルで、これが一番超絶簡単に早く。 あの、テロップを作れる方法なんじゃないかっていうのを見つけたので、今回してご,ご紹介させてもらいたいと思います。これはもう YouTube の動画を上げる方にとっては初心者レベルかもしれません。わかんないっす。なんか全然その、どれぐらいのレベルの方がね、その YouTuber としているのかわかんないので、とりあえず私の中でこれは超簡単だなと思った方法に行き着いたものを今回シェアしたいと思います。はい、えー、点ですね。お詫びがあります。えー、今、動画の方のにね、 簡単にこうテロップを入れる方法をっていうお伝えしてるんですけどあの解説しながらですねさらにもっと速くなる方法を見つけてしまったのであのそれを一番最後の方に付け足す形でご紹介していますなので、えっと、まずはですねあのご紹介しているバナー工房というところの基本操作を覚えるつもりで見ていただいてでじゃあどうやってさらにねあの高速化するかっていうのをあの後半部分でね見ていただくともっとわかりやすいかなと思いますあのバナー工房詳しい方は最後の方に飛んでいただいて もっと早くどうすればいいのっていうのを先に見ていただいても構わないので結構テロップって文字数いっぱい入れないといけないのでどう高速化するかがポイントになると思うのでもし興味がある方は最後の方にもねあの改めて見ていただけると嬉しいです、えー、今回ですねしょあの使うのはこのまあいつも撮ってる「まあ、民法を勉強してたよ」っていう動画の一部分を使いたいんですけど例えばまあ適当なところでね難しいんでですけど明日も朝一で あの、また棚が届くのでね、受け取りに行かないといけないし、で、棚が入ったらまた今度は冷蔵庫が入るための準備をしないといけなかったりするんで、お店の方のね、開店準備がなかなかね。じゃあこの、お店の準備の方がなかなかねっていうところをちょっと入れたいと思います。ここにテロップを入れたい。お店の準備の方がなかなかねちょって覚えててくださいね。で、これをじゃあ何を使うか。これですね。今回ご紹介するのはバナー工房です。バナー工房どうやって来るのっていうのは、 もう本当に検索のところに、こうやって、えっ、ー、とね、バナー、工房入れて、もう検索してくれると、多分一番最初、あ、そうそうそう、一番上に出てきます。で、さっきと同じ画面がこうやって出てくるので、 え、使ってもらいたいんですけど、えっ、ー、と、結構ね、比較的簡単に使えるサイトです。で、何をするかというと、まずここにですね、画像を選択するっていうのがあるので、ここに画像を持ってきたいんだけども、何を持ってくるかっていうのを最初にね、もう決まってるんですね。であのテロップを作るときに。で、何を持ってくるか。実はね、こういうのを作ってました。これは、今デスクトップ上に、ね、ここにですね、あ、ごめんね例えば、ここにですね、 え、スクリーンショットで書いてあるのは、これはですね、ページーこれは Mac なんで、ページ e s で作ったやつなんですけど、YouTube の画像と同じ大きさに作った緑色の、ただの単色の四角です。で、これをスクリーンショットで撮ってデスクトップに、えー、置いておきました。で、えー、バナー工房で画面を、画像を選択するときにデスクトップからそれを選んだっていう感じです。で、これを加工したいので、クリックします。 そうすると、さっきの取り込んだね、スクリーンショットで取り込んだ単色の緑の枠ができるんですけど、ここに文字を入れたい。テロップに使う文字を入れたいので、文字入れ。この左側のメニューの中から文字入れを使います。で、もう結構本当に簡単です。ここにですね、さっき、あ、ごめんね。これちょっと違う文字だけども、ここに入れたい言葉を入れます。で、何だったっけ何 <laughs> だったっけなそうだね、えー。入れたい言葉は何だったかというと、えー りするんでお店の方のね、回転準備がなかなかね。回転準備の方がなかなかね。でしたね。回転準備の方がなかなかね。回転準備の方がなかなかね。と。と、ま、これだけ入れてみるとします。 で、大きさはちょっとまだ適当なんで入れてみてね、あの、調整しますけど、まあ、横書きがいいと。で、傾き。これ傾きは右肩上がりとか左肩、あの、右肩下がりとか、どちらでもいけるんですけど、今回テロップなんで、まあ、平らなやつと。で、文字の色は、えー、真ん中と枠の色って感じなので、えー、白に赤い枠を付けようと思います。で、文字の透明度は透過なし。 影もなしでいきましょう。影が入るとちょっとね、ぼやっとした感じになっちゃうので、影なしのものにすると、まあ、どんな文字が反映されるかというと、こんな感じになります。回転準備の方がなかなかねーっていう文字があって、で、ここにですね、まあ、テロップなんで多分一番下に入ることが多いと思うんですけど、ここに配置したいと考えます。で、えー、ここで良ければ、現在のうちで文字を確定と。はい。これで、この緑の枠の中に文字が入って、 データがでできるのでこの画像データを1回保存しますでこの時にプレビューが勝手に立ち上がるんですけど、このプレビューは必要ないんで消してもらってよくて、こいつは今どこに行ったかというとダウンロードの画面に行っています。皆さんのマ a クの中のダウンロードというところに入れられました。で、こいつをですね、さっきの iMovie の動画にくっつけるんですけど、 まず、こいつを下にずらして、で、えー、ダウンロードの方に行って、ま、いろいろ先きね、練習したんであれなんですけど、ここに多分、これですね。で、こいつを、この iMovie に入れてあげますと。こんな感じだね。そうすると、えー、まあ、どこら辺に入れるといいかなっていうところで、いっておけなかったりするんで、お店の方のね、回転準備がなかなかね、ここら辺ですかね。 ここら辺はね、ちょっと、ね、微調整かけてくださいね。まあ、一応なんか今回練習なんでちょっと雑にいきますけども、まあここら辺に入れましょうと。で、じゃあ次に、えー、このままだともちろんね、ラチ開かないんで、まずこのね、動きを止めたい。えー、トレップの動きを止めたいので、ここをね、クリックすると、黄色枠になりますよね。ここ黄色枠になった時に、ここのメニューが変わります。ここのメニューが変わるので、 まず、こいつの動きを止めたい場合はどうするかというと、ここの四角をクリックしてください。で、クリックすると3つあります。で、これは、あのー、また別のところでね、あの、ご自身で iMovie 遊んでみてもらうとわかるんだけども、今回は動きを止めたい。多分ね、この鍵盤図っていうのは動くんですね。さっきみたいに、えー、この真ん中から外側に向かって動きますよっていうこのアニメーションを加えてくれるやつ。で、今回使いたいのは固定したいんで、このサイズ調整してクロップを選んでください。 そうすると画面サイズ。まあ、さっきのもともと緑の枠は YouTube の画面に合わせて作ってたので、こういうふうにちゃんとね、あのサイズがフィットしてくれるんで、で、ここで止まりますと。で、えっ、ー、と、ここで Enter ーキーを押してあげると確定。でも、これでももちろんね、また終わりじゃないです。今度はこの緑の枠を消したい。この緑の色を消したいので、どうするかというと、こいつを選んでください。 こいつをクリックするとですね、このカットアウェイっていうのがあるんで、このカットアウェイのところからグリーンブルースクリーンを選んでクエックです。そうすると、なんと消えてくれるんですね。エンターキーで確定です。そうすると最終的に、このね、回転準備がなかなかね、落ち着かないんですよ。先週いっぱいで終わらせるつもりがそれもずるずる。っていうふうになんとテロップができるわけです、えー。この方法はですね、多分無料でかつ一番超絶に簡単にテロップを入れられる方法なんじゃないかと。で、もちろんそのちょっとね、 もちろんほら、細かいところを気にする方にとっては、まあこの文字のね、周りにうっすらね、白い、あの、細かい線が残るのは気になる方もいるかもしれないけど、これぐらいちょっと私の場合は、あんまりね、 あの、気にしないで、これでもう十分かなと思ってます。なので、まあ、素人さんというかね、YouTube にテロップを入れたい、なんとかね、そういう風に見やすさを改善させたいという方で、これぐらいでもね、大丈夫って方はですね、多分十分これでいけると思います。でも、どんどんサクサクね。で、もちろんさっきみたいに、バナーコーブもう一回立ち上げてもらうとわかるように、さっきここでね、確定したけども、こいつは別に上でもいいし、さっきちょっと使い方をね、もう一回練習してみると、 このね、例えばこいつの文字を傾かせたいと。ね、傾き先ゼロでやったけど、じゃあマイナス8とかするとどうなるかというと、はい。なんか右肩上がりになったりとか。じゃあこいつの文字の色を変えたいってなったときに、じゃあ中は白のまま、まあ例えばこれも変えてみようか。文字色を、例えば黄色にしましょうと。黄色にして、じゃあ文字の周りを青にしましょうと。したときに、まあこれ遠からしていいかな。で、 これでいくと、で、あと文字の大きさ変えましょうか。じゃあ、そしたら、例えば、ええー、まあ、思い切って90とかやってみて、さあ、行きましょう、と。そうするとこんな感じで、えー、自由にですね、あの、変えることができます。もちろん、この、じゃあ、文字枠の、このなんだろうな、この枠の太さ、この枠の太さ変えようと思ったら、えっ、ー、とですね、この文字枠の太さ今12になってるんで、20とかにして、確定してあげると反映してくれて、めっちゃぶっとくなったりとか。 いう感じになるので、これ多分一番使いやすいし、細かいところまであの調整が効くので、えー、自分はいつもそのサムネイルを作るときに使ってたんですけど、もしね、皆さんがこの、えっ、ー、と、これからテロップを入れたいと思ったときは、ちょっとこちらのバナー工房を使ってみられると簡単にサクサクいけるんじゃないかと思います。えー、今回ちょっと私がね、行き着いたこれ超絶簡単かつ無料っていう方法の え、iMovie にテロップを入れる方法っていうことでお伝えしてみました。何かの参考になれば幸いです。今日もご視聴ありがとうございました。それではですね、もう少し作業を効率化させる、高速化させる方法をお伝えしていきます。自分もですね、ちょっと解説をさせていただきながら気づいた方法なんですけど、実際ですね、例えばバナー工房で えーまあ、こういうふうにこう作りますよねで。この時何をするかっていうと、この保存をしてダウンロード画面に持ってってみたいなことをしなくても、もうここで直接スクリーンショットを撮りましょうと。スクリーンショットを撮ってしまって片付けて、でデスクトップに置かれるんで、こやつをここに、あ、ごめんね。ここに入れちゃうと。で、あとはもうこれを作業でサクサクこうやっちゃうじゃん。やってしまって、 でそしたらもうここでできちゃってで例えば次のやつをまたバナー工房でそのままそのままここで打ち直すと例えばお伝えしましたみたいな、えー、日本語としてつながってるかわからないんですけどでそしてさっきの場所まで持ってきてでこのままここでダウンロードせずにまたスクショと スクリーンショットを撮って片付けて出てきたものを入れてであとはさっきと同じようにこうサクサクやってしまってもちろんその時間調整とかこうやってしないといけないけどでえ例えば今のでえ超絶簡単かつ無料でえの方法をお伝えしました で、またね、作れば、ここの後に今度は、えー、なんだ、参考になれば幸いですと。で、またステップ1で、えっ、ー、と、おそらくですね、テロップなんで、文字の大きさとか、フォントとか、そういったものってあんまり変えないので、もう文字さえ変えてしまえば終わりですよね。なので、こういうふうにして、もうどんどん途中を省いて、 で、えっ、ー、と、これを入れてみたいな形にしていくと、マジ早いんですね。さっきの作業もっと早くなってくれます。で、実際にあとは、じゃあ、デスクトップがね、汚れてくるなと、散らかってくるなと思う方は、自分がここにね、名称を見せてフォルダーを作ってる何かっていうと、この辺邪魔だなと思ったら、これを、ここに入れちゃうと。で、実際、ここのデータを、えっ、ー、と、アップロードする前に消してしまうと、ちょっとね、 自分は怖かったんで、アップロードし終わって邪魔になったら、このままそのね、ゴミ捨て場にあ、ゴミ箱に入れてしまえばいいかなと思ってるので、こうするとね、デスクトップも散らからずに済むし、これがどん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 増えてくるこうやってさ、ここにいっぱい並んじゃうから、こうやってどん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 こうしないといけなくなるでしょ。これも省けると。 だからそういうふうにしてちょっと細かいところですけど、えー、と作業を効率化させる方法をね今ちょっとあの見つけたので合わせてシェアさせていただきたいと思います何かの参考になれば幸いですご視聴ありがとうございました